ーションに関しては、まあ、嬉しいことですけど、まあ、今チームそういう余裕ないのでまず一戦一戦、ね、勝つことだけに集中してます、ね、本当に、まあ、福士がよく、さらりと止めるんですけどそういうのがすごいチームに、勢いをつけてくれたんです。本当にロシアからね、まあ、公平だけじゃないんですけど、龍翔太郎もそうですけど、集中力高くやってくれているので、それが本当にチームの選手に本当伝わるんで、僕たちが本当に一番伝わるんで、そこで僕たちも集中力を落とさないで、意識してできるので、それは、まあ、キーパーから全員に伝わっていると思います。前はその、底力から行く前にもう離されてしまって、まあ、ちょっとこう、尻つぼみに、ダメになってしまったんですけど、ね、そこが今すごいさらりと守ってくれているんで、ね、そこでなんとかこう1点2点でも、入れれば、ね、追いつけたり勝てたりするっていう状況が続いているんで、そこは多分今までが魔の3ピリだったのが今はちょっと余裕を持ってできているのかなと思います。はい、まあ攻められる場面もね多かったし、まあ、うちが反則 取られて、ね、PK も多かったんですけど、昨日今日と小野晃平が集中力ね高く守ってくれたのですごい助かりました。まあスタートは本当今シーズン結構いいスタート、切れてるんでゲームのスタートが、まあ、中だるみしてしまうのがどうしても、昨日今日と気になっている中で、まあそこでキーパーがね埋まってくれてるんで、まあ、それをキーパーだけの、ならないようにね中だるみしないように60分、もっともっと集中して。まあ、本当に、まあ、勝ちはついてますけど、もう修正する点も多々あるんで、そこは気引き締めてやりたいなと思います。そうですね、まあ、今年に限ってではないんですけど、ね、キープレーが、愛妻も多くなって、まあ、本当に失点しないように、もう密に連携取って、ディフェンスと、まあ、パートナーのね、斉藤武史も一緒に話して、常に PK に関しては話してるんで、まあ、それなりの自信もついてきてますし、まあ、僕たちがしっかり抑えないといけないっていう責任感の中でやってるんで、まあちょっと今そういう風にいい流れが来てるかなと思ってます。まあそうですね、まあ勝ちに行かないといけないんですけどね、まあ一緒に出た佐藤博人と斉藤武史には、まあ公平調子いいから、まあ、楽しもうと、結果勝ちにつなげればいいっていう、そういう雰囲気で、ね、臨んだんで、まあ、本当佐藤も最後にプレーしてくれて反則取ってきてくれたんで、まあ、その結果は良かったなと思います。そうです、もちろん、やられた借りは返さないといけないんですけど、まあ、本当に次のゲーム、一つ一つ、のことだけ考えてやってるんで、連勝とかその何勝何敗ということは、まあ、僕自身はほぼ考えてないんです。ただ火曜日も、しっかり勝つということで、だけを考えてやりたいなと思います。結果的に勝ててよかったかなと思います。まあ、PK もすごくいい守りしてくれたし、まあ、正直ラッキーな場面も多かったんで、そうです、まあ、結果的に良かったかなと思います。方がブロックしてくれたりちょっと見えないなと思った瞬間もそれでてくれたりしたんで、まあ、そういう場面で味方がこうコースを絞ってくれたりして非常に助かった部分が多かったと思います。ゲームも楽しんでやれてるし非常に楽しくみんなやれてると思います。やっぱ昨日の試合は1ピリ4本だったシュートだと思うんですけど、今日11、まあ3倍ぐらいですよね、まあ、ゴール前集めてきてるなっていう風に、まあ、すごく変わったなって感じでました。そうですね、別に特に何も変わらないですね。やっぱりどっちか勝ってどっちか負けるもんだし、まあ負けたら言われるっていうか、勝てばよかったですねって言われるわけだし、だったら変わらず楽しんでやるのが一番だなと思ってやりましたし、昨日の、まあ、試合を、まあ、経て今日の東北の攻撃っていうのは何か昨日から変わったところとか。そうですね、
そうですね、場面もすごく入れられたら負けるなと、うんうん、入れられたらきついなっていう場面だったんで、まあ、なかなか、まあ、そういう場面でホッケーできるのもすごく楽しいですし、まあ、入れられたらしょうがないですし、まあ、その前に思い切って楽しい、まあ、あの場面に立てるの 何人かしかいないですから、その中の一人なんで楽しんでやろうかなと思いまして、まあ、あそこで入れられてたら1点ビハインドになってましたし、よかったと思います。変わらず楽しんで やりたいなと思います。まあ、精一杯頑張ります。 I was excited, getting older, it's hard to get excited all the time, but I was pretty excited. It was good atmosphere in the rink, and yeah, it's just I was hoping Mitsi scored on that breakaway at the end, but yeah, it was pretty exciting. すごい、まあ、楽しかった。どんどん年取ったのがこんなに情熱の方が出るのが難しいなんですけども、切れてる方がちょっと情熱が結構出たんです。まあ、サンフィールドの残りの方が、コム選手がブレークをやったんですけども、それが決めてほしかったんですけど、まあ、残念ながら決められなかったんで。I was just trying to get pucks to the net. Me and Tapia had talked before the power play that he was going to get in the goalie's eyes, and he did a good job because when Billy passed it over to me, he didn't move right away because he didn't see the pass, and I had a pretty big area to shoot in. So. まあ、パワープレイ始まる前に斉藤選手と、ケビンちょっと話してて、ゴール前行きますよって言ってて、で、レイド選手の方がいいパスもらって、で最初に多分、斉藤選手を見なかったんで、ちょっとくれて行ったんで、それは逆に良かったんです。Yeah, it was good. I mean, things got a little chippy in the second period. Guys were, you know, there were some big hits from behind and a lot of slashing going on, but sometimes that gets you into the game and gets you fired up. And it was, yeah, it was a great game to win. まあ、2ピリだったのはちょっと遅くなってたんで、まあ、レフリーの見方がわからないけども、まあ、ビハインドというチェックをいくつかあったし、スラッシングも多かったし、それでみんなもちょっと気合い入ったんじゃないかなと思います。Well, I think,You know, we got guys out, and Fuji's out, and Bonky's out, so when that happens, sometimes it brings the team together. I mean, it was just 3 weeks ago we were talking about how we were losing these games, so now we've got four in a row. Instead of finding a way to lose, we're battling and we're coming out with points. まあ、キー選手の方がいくつかちょっと、怪我人が出てるんですけども、福井選手とかボン選手なんかは出てないし、それでチームがもうちょっ と,、まとめて戦ってると思うんですよ。で、まあ、本当に1ヶ月前にこの試合惜しかったっていう場面も多かったんですけども、それはないように今チームが考えているんです。今、4勝だったんですけど、連続で。Yeah, as I said, we talked about it a few weeks ago. You just need that one game to believe again and get it out of your head, and we took that turn in Russia and we've still been going that way, so now when we're in the third period we're thinking we're going to win these games if we have the belief now and hopefully we just keep going. 何週間前にちょっと話したんですけれども、その頃の方がまあ負けられないという気持ちだったんですけれども、それで、ラッシュに行ってサハルに行って勝って、で今の方が3ピリになった方がこの試合を絶対勝つという気持ちになっていると思います。Hopefully there's another good crowd, and you know it's going to be a good game. And when you play the same team three times in a row, you know, guys are getting after each other, and it's a good battle. And it's going to be the same on Tuesday. But if we play the way we can, we have a really good chance of winning the game. まあ、たくさんのファンの方が見に来てほしいし、まあ、多分間違いない方が、まあ、今日と昨日と同じ戦いになると思いますので、いつも3試合連続の同じチームに戦うときに、ちょっと熱くなるし、そういう気持ちの方がみんな、お互いに会議を持っていくと思います。